険しい。何かあったのかな。女王様大変じゃ。テオジー、兄様どうしたの。サンドドラゴンがまた出たらしい。なんでも町の近くでまた目撃されたとか。サンドドラゴン、せっかく修理した船がまた襲われたら目も当てられません。しかしこの前とは変だな。サンドドラゴンは刺激しない限りおとなしい生き物だと聞くが。シャリーちゃんとさん、女王様のお知り合いですかな。ええ、シャルロッテさんといって私と同じようにシャリーと呼ばれてるみたいなの。ほうはあ、すごい騒ぎだね。サンドドラゴンがこの近くに出たとかで。そうみたいだね。船の方は大丈夫？あ、シャリーさんに納品してもらった材料のおかげで順調に修理できてます。ならよかった。でももしかしたら私たちの船が原因でサンドドラゴンが動き始めたのかもしれないって。何それ、そんなことあるわけないよ。信じてくれるんですか。もちろん。シャリーさん、ありがとうございます。じゃあ今は黙ってろってことか。仕方あるまい。あの竜が動き出した原因すらわからないのではな。いくら近海で目撃されたからといってもまだ何かが起きたわけではあるまい。奴のせいで沖に出た船が何隻も沈んでいると報告があるぜ。サンドドラゴンが絡んでいるかはあの報告書ではわからん。根拠がないのでは風の噂に過ぎんのだよ。調査書によりますと、あの竜は状態では砂中で眠っていることが多いようです。だからなんだ。確認できる被害はないと言っても竜が活性化していることは十分に考えられますよ。何らかの対策は講じておいても無駄にはならないでしょう。話がわかるじゃねえかソウル。千里が対策を取るということは危険があると市民に知らせるということ。むやみに不安を振りまくなど愚の骨頂だとなぜわからん。実際にことが起きてからじゃ遅えんだよ会長さん。とにかく組合の意見としてはこうだ。この町はすでにサンドドラゴンによる被害を受けている。討伐隊を結成した奴を始末するべきだ。やや強引な案ですが、ステラード近海から竜を追い出せるのならいいかもしれませんね。バカ、余計な刺激を与えて本当に奴がここを襲ってきたらどうするつもりだ。だからそうなる前に退治しておこうぜって話をしてんだよ。一ついいかね。何でしょう。公式にサンドドラゴンの被害を受けたと報告した船はこの町にはない。だがすでに被害を受けた船ならば確かにあると私も認めよう。と言いますと、あのよそ者の船だ。彼らはサンドドラゴンに船を襲われてこの町の港にいわば逃げ込んできた。何が言いたいの？彼らが港に入ってきたのとサンドドラゴンによる被害を噂する声が広がり始めたのはほぼ同時期。つまりこの度の竜の活性化にあの船の存在が関係している可能性は十分考えられよう。調べる必要はありますが、可能性がないとは言い切れませんね。あいつらに関係があったとしてそれがどうしたってんだ。私とてこの町にこれ以上被害を与えたくない。よって討伐隊そのものには反対はせん。ただし仮に失敗したとしてこの町の数少ない海上戦力を失うことも避けたい。もし本気でサンドドラゴンと戦うというのならば、あの船を最前線に据え必ず結果を出してもらいたい。その者をおとりにするつもりか？どう取ってもらっても構わん。とにかくそれが今回お前と協力する条件だ。海に出る者たちにも家族がある。愛する者を残して危険な黄昏に挑む者たちを私は同じ人間として心から尊敬しているつもりだ。だからこそ彼らを未知の危険へと無条件で挑ませることはでき、町を守るために町の者が犠牲になる。それでは何も解決しないのだからな。どうするつもりですか？どうすりゃ正しいと思う？答えのない質問ですね。あなたがどの立場で物事を見るかによって正しさは変わりますから。詰めてやろうだな。でもお前の言うことが全てだよな。俺はステラードを誰もが住みやすい町にする。そう決めたじゃねえか。しかしまあよく直したな親父。なーに、ジョー様が手配してくれた材料があればこのくらいは朝飯前じゃ。さすが手おじいね。それじゃあん修理完了じゃ。これで元通り公開できますぞ。ありがとう。本当にお疲れ様。いやあ、なんだか賑やかじゃねえか。あ、ラウルさん見てください。手配していただいた材料のおかげで船が直りました。もうそりゃよかったな。もう一人のシャリーもきっと喜ぶと思うぜ。あ、それはそうとシャリステラ、ちょっといいか。大事な話があってな。私に？というわけで、この船もぜひサンドドラゴンの討伐に力を貸してほしい。遠路はるばるここまで来たあんたたちにこんなことで頭を下げたくはなかったんだが、戦力が足りなくてな。お話は分かりました。この船が治ったのもステラードの人々のおかげです。ですから非常に心苦しいが即答しかねる。兄様、テオ爺まで。盗み聞きとはいい趣味だな。あんたほどじゃないさ。兄様、サンドドラゴンが活性化したから討伐に手を貸せ。その話にはどこもおかしいところはない。ステラードの事情もよくわかる。だがそれはステラード側の事情だ。俺たちが手を貸す理由にはならない。ドラゴンが討伐できたとして、仮に船がまた壊れたら、我々の誰かが傷を負ったら、ステラードは代わりに我々の村を救ってくれるじゃろうか。こうしている間にもわしらの村は枯れ果てようとしておる。もう一時の猶予もないのじゃよ。なるほど、あんたらの言い分ももっともだ。分かった、よく考えたから答えが欲しい。ラウルさん、いいお返事ができなくてごめんなさい。いや、あんたはいい仲間を持ったよ。誇るべきだ。邪魔してすまなかったな。案外すんなりと帰ってくれたな。ジョー様、あやつはわしらの船を盾に使おうとしておったのじゃ。万が一サンドドラゴンの討伐に失敗しても、ステラードにとって傷が浅くて済むようにな。そんな、ラウルさんはそんな人じゃありません。俺もそう思う。兄様？うん、ラウルとかいう組長は若い割には決断力もあり、良いリーダーのようじゃ。それがところどころ言いよどんでたっちゅうことは、迷いがあるんだな。これです。お前もだいぶよなれしてきたの。その通り、今回の件はあやつだけの考えではないのじゃ。加えて口の濁し方、あやつも我々にとって都合の悪い話をしに来たことは分かっておったな。ま、知らない顔して嘘がつけそうなやつには見えないしな。わしはなかなか切れ者じゃと思うぞ。少なくともあやつは自分にとって何が大切なのかを選べる男じゃということよ。自分にとって何が大切か。兄様、テオ爺、私たちの使命はルギオン村の危機を救うことです。その使命を果たすにも、まずはステラードに受け入れてもらえなければ。そこが致し返しですな。テオ爺、コルテス、この判断は私に任せてもらえないかしら。シャリ、私もいろんな人たちの話を聞いて、それからきちんと判断しようと思うのだが、それは族長代理の言葉と受け取って良いんですな。本当は逃げ出したい。でもシャリーさんならきっとこうする。私、シャリーさんに嫌われたくない。はい。族長代理としてそうしたいと思います。よいじゃろ。千の声を聞き万の思考を巡らせてくだされ、嬢様。結果どんな答えを出されてもその過程がきっと嬢様の力となる時が来ますぞ。ああ、俺たちはお前の味方だからな。テオジー、コルテス兄様、ありがとう。サンドドラゴンと討伐作戦についてですか。サンドドラゴンは間違いなく活性化してる。このままじゃみんなおちおち寝てもいられねえ。観測の結果、サンドドラゴンの活性化は数値に出ています。対策を講じる必要はあるでしょうね。でも討伐隊ってどんな構成なんですか？とても危ないんですよね。そこであの船に登場願うってのは確かに会長殿の考えそうなうまい手だ。機動力、防御力ともに備えている。補修資材を集めた俺が言うんだから間違いねえ。つまり私たちの船に盾となれということですね。俺だってもろ手を挙げて賛成なわけじゃねえよ。せめて船を借りるだけでも構わない。村への支援も最優先で考える。けどな、あの竜に対する住民の不安ももう限界に来てるんだ。流通が途絶えるんじゃないかって、食い物が買い占められちまうなんてことも起こってる。それが続けば貧しいやつから飢えていくのさ。ことになってたんですね。もっと確実な作戦があればいいんですけど。とっくに考え始めているので、エスカさんはご心配なく。おお、さすがソウルさんですね。まあ現場はこんな感じだ。今は全員が自分のために何が最善かを考えるしかねえのさ。答えがなくてもな。サンドドラゴンはこの地域の守り神だったはずだ。それがどうして？きっと黄昏のせいだ。黄昏の海は広がっていき、水源は枯れていってる。関係ないとは思えない。まあ俺にはワクワクする冒険だけどな。私はもちろん討伐隊に参加する。最近あの竜は様子がおかしい。私たちの船が刺激を与えてしまったんでしょうか。わからない。でもこの町は守りたい。ミルカが幸せに生きていけるこの町だけは。サンドドラゴンのこと、錬金術を使えば確かに強い武器や防具はできる。でもそれが決定打になるとは思えない。姉さんもラウルさんも無謀。探検家のスリルでこんなことを決めるべきじゃない。ミルカさんは冷静なんですね。私にできることはたかが知れてる。中央で学んだことなんか何の役にも立たない。だからどこか他人事なのかもしれない。でもステラードは今一つにまとまろうとしてる。だからそれには私も協力したいと思うの。あのジェラールさんだって武器と防具を買いに来たくらいだから。フェリアンさんが。ミルカさんはステラードを本当に思ってるんですね。サンドドラゴンと討伐の作戦について思うことを聞きたいと。なるほどな。私の意見としてはこのまま触れずにおくべきだ。調査書によればあの竜は余計な刺激さえ与えなければ元来おとなしいという。討伐などといってむやみに刺激を与えずとも元より触れなければ良いだけの話なのだよ。だが向こう水な組合の連中はあの竜を倒そうと鼻息を荒くしておる。それならば竜を刺激したあの船にも出てもらわねばなるまい。私たちのせいでサンドドラゴンが動き出したということですか。この際原因の所在はどこでもよい。しかし戦いに出るというならば無傷というわけにはいくまい。今回の戦いでステラードの民が傷を負ったとしたらその怒りの矛先はどこへ向かうと思うかね。よそ者の私たちだとおっしゃりたいんですね。私はそう考えるのが妥当だと思うがね。あの船は戦力に十分足るのだ。しかしそれが一撃も受けず後方にいればどう見えるか。逆に積極的にステラードのために共に戦うならばまたどう見えるだろうか。船の討伐隊への参加を持ちかけたのはむしろ私からの配慮と思ってもらいたい。まあ私はこの町の安定のためなら鬼と罵られようと甘んじて受け入れるがね。会長は町全体のことを一番に考える方です。脅威があれば取り除きたいのは組合と同じ。実のところこの度のサンドドラゴンの脅威は予想外の出来事でした。原因不明の何かが確かに起きている。会長はそのようにお考えなのです。あの船を加えた討伐隊を認めることは会長にしても苦渋の決断とお考えいただけませんか。自分からもよろしくお願いします。